ひだあやがひだあやだった、うん、どういうこと。ひだあやはひだあやですよ。私は私。ねえ、でも私はなんか松尾ジンギスカーンってみんなで盛り上がってるシーンが好きです。え、めちゃくちゃ可愛い。え、みんな、なんかもう本当にね、子供たちって感じ。あのシーンは本当に可愛い。次の休みにスイーツ屋さん行ってくるね。え、いいじゃん、いいな。スイーツ屋さんいいですね。ラム肉みんな平気だったの。そう、でもなんかその北海道に行く前になんかね、ラム肉苦手な方いますかってスタッフさんが聞いてて、そう、でも苦手な人いなかったので大丈夫でした。うん、ね、みんな満喫してくれててよかったです。そうで、今回は結構モザイクとか結構使ってて、そうでもね、一回モザイクを使い出すとなんかどこまで隠せばいいんだろうって思ってきちゃってね。そうなんですよ。ね、やっぱプライバシーの問題とかあると思うんで、そう、気になりだすとね、どん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 気になってしまう。そう、アニメイトのイベントもその後にあったからね、あやねちゃんと私のアニメイト密着動画もそれに入ってるんですけど、私とあやねちゃんがイベントをしてる間の他のメンバーの様子はなるのサブチャンで見てください。私がリツイートしてるやつ、それ見てください。ね、それぞれみんな楽しんでました。そう、もうね、テンション上がってたわ、あやねちゃん。ねえ、イベント行きたかったなって。そうね、イベント来れなかった方もぜひ見てください。ね、鬼滅の話をしてました、そのアニメイトの時。そう、なぎなぎチューブでだからそのシーンが入ってます。そう、でも鬼滅のさ、新しいやつ12月ですよね、確か。12月に新しいやつが始まります。すごいね、楽しみなんですよ。そう、早く見たい。でももうちょっとですよ。でも12月の何日に入るとか知らない、発表されてたっけ。ね、すごい見たい。あと少しで12月だから、あと10日ぐらい待てばって感じですね。楽しみすぎる。
もういくつ寝ると、そう、ほんとそう、もういくつ寝るとって感じですね。七瀬ちゃんの YouTube は見た？あ、うん、見たことあるね。ひたすらに食べてるでも七瀬は本当になんかたくさん食べるイメージがあるから、すごいいいチャンネルですよね、あれ。私も出たい、七瀬んちに一緒に食べたい。献血後に七瀬がその YouTube 動画を撮りに行ってて、ちゃんとねタクシーで帰ったんですけど、献血イベントの後七瀬が一人でなんか電話してて、その電話がなんかその YouTube 撮るためにアポ撮っててあ、すごいと思って、あ、 YouTuber だなって思いました。しっかりね、撮影 OK ですかってアポしてました。ね、ももちゃんも七瀬の YouTube に出たいって言ってた。おお、ももちゃんもね結構食べるよね、たくさん食べるイメージある、あんな細いのに。意外、俺も出たいあら、うん、ねえ、でもなんかわかる、食べてるシーンっていいよね。私も人が食べてるとこ見るの好き、見ちゃう。りんちゃん家でパーチーやってあげてほしいね。りんりんとも前に集まってご飯食べたいねみたいに言ってたんですけど、スケジュール合わせるのはなかなか大変ですね、全然合わない。からまあ、でも12月もみんな忙しそうだしね。そう、前にクリスマスパーティーしたことあるけど、よくそのみんな予定あったなって感じだった。私は公演があったけど、公演終わりにだから行ったけど、パーティーね。でもよくパーティーできたなって感じだった。奇跡、本当に。年末エイトフェス出演多いね。ね、多いですよね。私二十何日も発表されてるよね。私がそうツイッター見てて、え、これエイト出るんだと思った。二十何日だったかな。私は29だっけ、あ、28か出るじゃないですか。でも27にも8のなんかイベントあって、え、これ誰出るんだろうって思った。そう、私がイベント出演する前日にもね、あるよね、品川だった。すごい、なんか8祭りだって思った。だからたくさん8がイベント出てますね。え、でも分からない誰が出るか。
平日はきつい平ね、平日まあ仕事はね、大抵平日が多いからね。うーん、関西来てほしいよって。いや関西ね、来たいです。そういうの出演する人にも知らされないんですね。いやそんなことないと思うよ。わかんない、もう決まってるけど、私は出ないから知らないだけだと思うよ多分。うん、ねえ、でもイベントがいっぱいあって楽しみ、楽しみです。ねえ、なんか関西でもそういうイベントないかな関西も行きたい。ぜひお時間ある方は来てください。イベント、ね、あと私はね、今日ね、今日っていうかさっきまで映画見てたんだけど、あのディズニープラスで、映画館とかじゃなくて普通に家で、そう、魔法にかけられてっていうね映画を見てました。めちゃくちゃ面白い。2ですね。もともと魔法にかけられて1が大好きでよく見てたんだけど、そう、もう今日から配信だったんですよ、その2が。もう絶対見ようと思ってて、でもね、なんか12月だと思ってて、私がそれをなんか勘違いしてて、そう、そしたら SNS で今日からみたいのを見て、見なきゃって思いました。すごい、なんかキャストさんも変わってなくてね、なんか嬉しかったです。キャストさんがさ2になって変わったりするとさね、あ変わっちゃったんだってなっちゃうんだけど、変わってなかったからそのまんまでした。なんかえー、気になってください。本当に面白い、ファンタジー、そう、でもびっくりしたのが、なんかゴキブリともプリンセスが仲良くなれちゃうみたいなのがすごい衝撃なんだけどまあそれ含めて面白いんだけど、まさかの G が出てくる、そう、まあ、G 嫌いな人はちょっと気をつけてみてくださいそんな出演シーンないけどね、 G に。でもね、面白いですよ。でまだ途中だから、このショールーム終わったらまた見出すと思う。それを見てから今日はお風呂に入って寝ます。うん、ね、そう、北海道はねいないんですよ、そのじいちゃんがね。そう、でもいなくてよかったです。いたらもう本当にもう地獄。
G のフォルムはかっこいいからね。やだ、あのテカテカしてるのが本当に無理。あと触覚、うーんね、結構皆さんあの G の体験談が多いからこういう話ってね終わらないんだよねそう、でもね G の話をすると G が出てきそうなのでここまでにしときます。可愛いスイーツの話しよう。スイーツ、スイーツか、最近のスイーツって何が流行ってるんですかね。私はトゥンカロンしかまでですね。トゥンカロンは大好きだけど最近の流行りが分かんない。うん、でもねタピオカ最近ほんと食べるんですよ。飲む、食べる、飲む、どういう言い方なんだろう。最近タピ活してます。なんかまた自分の中でマイブームが来てますね。ゴンチャが好き。ゴンチャのミルクチョコレートみたいな。でもね増量はしないですね。もう何年か前のタピオカ全盛期の時はタピオカ増量でっていうのは絶対当たり前で言ってたのに、なんか増量するほどでもないって今は感覚的はそうなんだけど、感覚的になんか増量しなくてもいいかなっていう感じで最近タピ活してる。美味しい。久しぶりに飲んだらやっぱ美味しいなって思う。うん、ね、ゴンチャとジアレイとチャタイムが好きかな私は。まあでもあんまタピオカのお店わかんないんだけど、ね、本当は今日仕事帰りにタピオカ飲んで帰ろうかなって迷ってたんだけど、ちょっと歩くの億劫でいやいいかなと思っちゃって電車乗っちゃったそのまま。今日のタピ活はちょっと中止にした。ねえ、そう昔は本当に大行列で、今考えたらタピオカにあんな並んでるってすごいよねって言って私は並んでたけど、いやすごいよね。3時間半並んだタピオカで、3時間半は並んだことないかな。うーん、私は 3,40 分かなタピオカで並んだって言っても、まあ、学生が多い地域とかねそういう場所だともっと並んでたんだろうなって感じだけど、3時間半はすごいね。みんな、ん？流行に流れやすい。まあだから流行と言うんですよ流行がないとね楽しみとかなくなっちゃう。
ね、でもタピオカまた流行りそうですよね、普通に一周回って。業務スーパーのタピオカが安くていいよ。そうなんだ。タピオカの前って何流行ってたっけ？タピオカの前はなんだろう。なんだろうね。タピオカの前って何流行ってたんだろう。何食べてたっけ？レモネード？いや、レモネードはタピオカの後な気がするな。うん、マリトッツォもタピオカ後ですね。マカロン？マカロンですか？あ、ポップコーン。あー、ギャレットだっけ？ギャレットポップコーン流行ってましたよね。私もね、あれのキャラメル味のポップコーンが大好きでしたね。なんかすごいね、ちゃんとキャラメルなんですよ。そう、なんちゃってキャラメルじゃない感じが本当に美味しかったです。最近はインスタ映え系が流行るよね。そうですね、やっぱスイーツって写真に撮りたくなる。ビジュアルだとより美味しそうに見えるし、うん。食べてたなあ。パンケーキもね、幸せのパンケーキがすごい流行ってた。あのなんかふわふわのスフレみたいな、もはやスフレじゃんみたいな感じのパンケーキね。あれ美味しいよね。一回幸せのパンケーキを下夫と二人で食べに行ったことあるんですけど、なんかお仕事前に食べに行ったんだけど、時間がなさすぎてすっごいもうね5分ぐらいで食べたの。もうギリギリすぎて時間がやばいやばいってなんか食べたから、もうなんか味あんま覚えてないみたいな、美味しかったと思うみたいなねっていう、そう記憶あるわ。まあそれはそれで、まあ、別に思い出になってるからいいんですけど、そう二人で食べに行ったのに全然時間がなくてすっごい急いで食べました。うん、なんかね、確かね並んでたのかな、意外と混んでたはず。意外と混んでて、あやばいかもねみたいになって、そう原宿のエッグスンジングスにパンケーキ食べに行ったら、周りを見たら男子一人だった。でも全然気にしなくていいと思いますよ。むしろね、あの甘いの好きですっていう感じのいいと思います。うん、甘いの大好き、可愛いと思いますてかまあ私自身も一人丸々全然いけるので全然気にならない。カッサータが流行ると思う。カッサータってなんだ、すごい初めて聞いた。ポムポムプリンカフェ、そんなのあるんですか。サンリオキャラクターのカフェ、すごいね、単体の一つのキャラクターのカフェがあるってすごい。
でもあシナモンロールのカフェなんか名古屋の AKB カフェのすぐ近くに確かあったはず。あれも多分期間限定なのかな。シナモンのカフェだみたいになった記憶あるんだけど確かあった。うん、コラボカフェ、コラボカフェなのかな、わかんない。ポムポムプリンカフェ以前にまゆゆさんが言ってましたよ。でもね好きでしたよね。ポムポムプリンの印象強かったな。なんかじゃんけん大会もねコラボで出てましたよね一緒に。まゆゆさんは教えが好きでしたなんかすごいコメントが面白い。うん、まあ私はポチャッコが好きですね。サンリオだと、そう、かわいい、めちゃくちゃ。でもポチャッコのグッズってそんなにね、あんまりある印象ない。あるけどそんなにって感じ。でもジェリーも推しですよ。かわいい。トムと15枚くらい DVD あった。お話が一つにつき2、3は入ってるのかな。そう、それが15枚ぐらいあって、そう1話完結ですね。すごい面白い。なんか私が好きなお話は、なんだろう、好きなお話いっぱいあるんだけど、なんか冷蔵庫の氷作る製氷機あるじゃん。それのなんかそれを使って家の中がスケート場になっちゃうみたいなお話があって、それすごいめっちゃ覚えてる。でも現実なそんなことありえないんだけど、そう、そのお話好き。あとジェリーがチーズの中で好き放題やってるお話、なんかね、あのお話の題名とかわかんないんだけど、そうよく見てました。ね、ジェリーのチーズ、わかる、美味しそうですよね。でもチーズのなんかよく見る穴が開いたチーズってあるじゃん。あれってなんか普通に手で穴を開けてるらしい。なんかそういう動画を見た。だから、あれって意図的に作られてたんだみたいになった記憶あるんだけど、ね、意図的なあのスポンジみたいなやつらしいですよ。
でも分かんない、意図的じゃないのかな。でも動画は意図的に作ってる動画だったでも分からない、ちょっと誤解を生むのは怖いんで分かんないですけどね。そう、あの SNS はそう、間違った情報を流してしまうと今の時代怖いんでね、そう本当にすぐ拡散されちゃうから。意図的じゃない穴ができるのもあった気がする。あね、そうかもね。そもそもネズミってチーズ食べるの？食べてるシーン見たことないよね、リアルで。アニメはもちろんたくさんあるけど、なんか現実世界でチーズを好き好んでなんかネズミが狙うって見たことないですね。まあでも何でも食べそう。あね、何でも食べそう。そう、本当にそう。食べれないことないみたいなね。なぎちゃんの部屋はネズミとか出ないの？ネズミは出ないですね、さすがに。さすがに出ないな。ね、でもネズミは本当にね、狭い暗闇にいるイメージある。意外とね、意外といますよ街中に。ネズミうちは出てよ。猫を飼ったらネズミいなくなったよ。やっぱ猫ってネズミをあれなんですね、追い出すというか。ミッキーといい、ジェリーといい、なんでネズミなのに可愛いんだろう。でもなんかハムスターが可愛いからね。ハムスターもネズミの仲間ですよね。だからなんか可愛いなんか耳があると可愛く見える。もうなんでもハムスターも可愛いし、なんか昔ハムスター飼ってる友達いました、私の友達で。すごい可愛かった。ハムスターは飼ったことある。いいなー。なんか私のお母さんのお兄ちゃん、お母さんのお兄ちゃんが、なんて言うんだろう、なんて表現するんだそれは。おじさんおじさんでいいの？そう、私のおじさんが子供の頃に、その私のお母さんの家ってなんかね、動物
飼いたいけど飼っちゃダメみたいに言われてたらしくて、でもそのおじさんはどうしてもなんかハムスターが飼いたかったらしくて、もうね親に何も言わずにもう勝手にハムスターを買ってきて、そうで自分の部屋で飼ってたっていうすごいよね。もう飼ってきちゃったらもうしょうがないじゃんってなっちゃって、結局飼うことになったらしいんですけど、本当にもう強行突破すぎる、みたいな。いや親にダメって言われたら私だったらね、そこで諦めちゃうのに諦めない凄さよ、なんかなかなか度胸あるね。そう、それを度胸って言っていいのかわかんないけどでもなんかまあでも結局自分でちゃんとお世話とかもしててね、すごいなって思った、それ聞いてそう、おじさんのそんな過去ここで話しちゃっていいの？いや全然、なんかおじさんすごい面白いんですよ、めちゃめちゃ面白い人で、なんかそうね、そういう話いっぱいある。あとなんか親戚みんなで集まってご飯食べてる時があって、昔大晦日とかだったかな、あ年明け、年明けぐらいにいつもおじいちゃんおばあちゃんの家に行くっていうのは決まりだったんですけど、昔は結構でみんなでご飯食べてる時になんか目の前に枝豆が置いてあって、私枝豆すごい好きなんですけど、なんかその時に枝豆を取ろうとしたの、そしたらそのおじさんが急に大きい声で豆って言い出して、でも私がそれ怒られたと思ったの、一瞬聞き取れなくて、ただ豆って大声で言ってるだけなのに、私も怒られたと思ってめっちゃ泣いたの、そうみたいな泣いて、そうおじさんが悪いね、なんか本当面白いんですよ、うん、なんかもう意味わかんないみたいな、なんで豆みたいな、そうダメに聞こえたの豆が、でもおじさんは多分ふざけて私が豆取ろうとしてたから豆大きい声で、すっごい大きい声だよって言ってたんだけど、次はダメって聞こえたの、それが豆がダメって聞こえたから泣いちゃった、怒られたと思って、すごい小さい時の話なんだけど、そうよほど大声でしたね本当に面白いねね、確かにおじさん側も私が泣いて逆にねびっくりしたと思いますけど、お互いトラウマになってるよね多分そう笑わせようと思ったはずが泣かれて、私は勘違いして泣いてそうね、本当に楽しいおじさんです。なぜメンバーのおじさんはみんな面白いんだろう。そうなの？面白いんですか？なんかメンバーのそういう親戚話みたいなの聞いたことない、あんまり。あんまりっていうかない。ミヨンさんのおじさんが有名？有名って私知らない、聞いたことない。ねえ、でも身内の話、身内だから面白いみたいなことあるよね。でも身内ネタっていうんですか、そういうの
そう、身内同士でしか笑えない話みたいなのも多分ありますよね。あ、学校の先生のモノマネとかあるね。みんないろいろ知ってるね。ね、すごい情報量すごい。みんなの法事の席でいきなり歌い出したおじがおりました。怖い。すごい、それは面白いというか怖いただ単に怖いですね。面白い先生いた？いたはいたけど表現がちょっと難しいです。でも先生のモノマネする生徒は 100% いる。本当にチョーク投げるとか、いやチョーク投げる先生はいなかったですね。チョークがもったいないし、椅子投げる先生いたよ。それはちょっと今の時代にはダメですね今の時代にはちょっと怖いですね。椅子なら飛んできた。何、結構あるあるなんですか意外と。でも今は本当にそういう話は聞かないですね。眉毛剃ってきた生徒にピンクのマジックで眉描いたり。すごい。でも私は、眉毛を形整えたらダメっていうのが正直よくわからないです。なんか身なりを整えてるだけなのに、なんかよくわからない、その拘束というか、それが拘束な理由がよくわからない。ね、だって生えてきちゃう。髪の毛も長くなったら切ったりして怒られないのに、なんで眉毛が伸びてきてそれをカットとかしたら怒られるんだろうっていう。ね、確かに。それで社会人になって急にメイク してそれが身なりだよっていう風になっちゃう世界に急に
切り替わるっていうのもなんかね大変ですよね。わかんない、今の学校ってメイク講座とかってあったりするんですか？あるのかな。でも今の時代だからある学校もありそう。レミタンがメイクの授業を欲しいって言ってた。かわいいね、レミタン。レミタンはでもね、メイクなんかすっぴんも変わらない、かわいすぎてなんかすごい。ね、目がパッチリ。うん、本当にすっぴんでもねメイクしてるみたいなお顔立ちです。なぎちゃんまつげも漏れてますね、ありがとうございます。うん、上げすぎ注意。え、なんで注意されなきゃいけないんですか？今チャレンジしたいメイクってある？チャレンジしたいメイクですか？あの、あれやってみたい。カットクリースっていうんですかね、こういう、なんていうの、説明難しい。なんかね、目に、まぶたに一回あの結構ちょっと白めのコンシーラーを一回つけて、その上から色をのせていくっていうやつなんですけど、そうカットクリースっていうメイク術があって、なんか自然なカットクリースやってみたい。よくね海外の人がやってるイメージあるかな。そう、それの、うん、ナチュラルカットクリースをやりたいです。うん、目のくぼみを強調するやつね。うん、そうかも。だからそう、彫りが深く見える。そう、そういうメイクがあるんですよ。難しそうです。純欲メイクって知ってる？その読み方合ってるのかな。純欲メイク、確かインスタですごい流れてきます。なんか中国でバズってるメイクみたいなね、よく見ますねそれ。でもどうやってやるのかわかんないです。一回でいいからデーモン閣下みたいなの言ってみたい。まあまあまあ面白い、やってみてほしい。
ーちゃんがやってたような。そうなんだ。ほうほうほう。シャネルのリップ見つかったの？はい。あ、見つかったんですよ。ね、結局どこにあったんですかって聞かなかったんだけど、そう、昨日劇場公演だったじゃん。その時にマネージャーさんが届けてくれて、あったんです。見つかった。本当に良かった。だってシャネルですよ。シャネルのリップなくしたって、いや私からしたらもうショック、本当ショックだったんだけど、あった。本当にありがとうございますって感じ。見つかりましたねえ。でも絶対衣装のポッキーに入ってたはずなんですよね。でもね、私が見た時はそのポッキーに入ってなくて、そう、もう急いでたから多分見つけられなかったんだと思う。ありました、本当に。リップってどれぐらいでなくなるの？わかんない。リップをでも使い切ったことがないから。でも使い切れないよね。でも正直リップって意外といろんなリップを使ってるとなんかぐるぐる回ってるから、そう、あんま使い切らない。リップクリームでさえ使い切ったことがないから。え、使い切ったことあります？リップクリーム。むしろ逆に。あ、でも毎日って人ならあるか。あ、なくなる前になくす。わかる。私もよくなくします、リップクリームは。なくして買って見つけて、でもまたなくしてみたいな、エンドレスだから気づいたらもうリップクリーム何本もあるみたいな。ね、これいつのだろうってなるんだよね。ね、リップクリームは誰でも使うでしょ。口がね、乾燥しちゃう方は特に。あと溶ける？溶ける？そう。夏なら溶けるのかな。冬は必須ね。冬って本当に乾燥する。私も本当に口が乾燥する。もう冬になってからも最近本当乾燥する。なんか口がすごい乾燥してる時に笑っちゃって切れたら意外と痛いですよね。なかなか治んないんですよ、切れた時の傷ね。痛いよね、あれ。なんか指を紙で切っちゃったみたいな地味な痛さ。
よく口の端が切れて痛い。痛そう。ここ。痛そう。ねえ、なんか地味に痛いの嫌だな。ね、ちゃんと皆さん保湿してください。冬は。口はもう特に。よし、じゃあランキング読んで終わります。13位はゆうたとマーク茨城のなぎなぎ中さん、ありがとうございます。12位ちゃんなぎさん、ありがとうございます。11位ケルビンさん、ありがとうございます。10位大粒ちゃんさん、ありがとうございます。9位さんちゃんさん、ありがとうございます。8位カンタとマークカンカンさん、ありがとうございます。7位ペギさん、ありがとうございます。6位ハーミさん、ありがとうございます。5位ジュンアットマーククラノファミリーさん、ありがとうございます。4位トカチンさん、ありがとうございます。3位リンナルナギオシさん、ありがとうございます。2位サンキューサンキューテンキューさん、ありがとうございます。1位はティンプさん、ありがとうございます。以上、配信を終わりたいと思います。おやすみなさい。そうですね、もういい時間帯なので、もう11時になるので、あと20分ぐらいで私も魔法にかけられてを見て半身浴をして寝たいと思います。じゃあ3598人の皆さん、ありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。おやすみー。